お待たせいたしました。本日はフォーカス M シーズン10、60回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます秋葉みなみです。よろしくお願いいたします。そして解説には渡辺幸四郎プロにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M シーズン10、60回戦東杯スタートです。お願いします。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、70分プラス1局の時間打ち切りありで行われます。渡辺さん、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではトーン1局始めていきましょう。まずは親番おさむらドラは何です。まずはこちら親番おさむら3ピン4個で一面つ完成。なんちゃわたにドラの難が1枚ソーズで一面つ完成。シャーチャ加藤ピンズで両面一組ですかね。そしてペーチャ岡田、現状メンツはありません、ドラもありませんが、この手どう進めていくか、はい、さあ渡辺さん、4社の手配いかがでしょうか。そうですね、パッと見ですとやっぱりまあドラがなんで結構使いにくいのもあって、うん、やっぱり手が立ち勝負になってくるのかなと考えると、親番のおさむらさんの手がいいですかね。はい、まだ赤牌、赤ドラまだ見えてませんね、はい、どこに行くかも注目かもしれません。そして今日はこの2戦目もなんと無料で見れるということで、はいはい、なるほど。さあパーピー入りました。いつも以上に多くの方がご視聴いただいているかもしれません、はい、この後時間が許せばインタビューもあるかと思いますので、はい、ぜひともそこまでご覧になっていただければと思います。皆さんお楽しみに。さあ加藤さんがカンちゃんカンちゃんカンちゃんと引き入れて一気通過も残す、一品残しですかね。はい、岡田さんはちょっともうかなり受け気味と言いますか、まっすぐとは進めてないですね。そしてイーシャンテン、お山尾さむらウーピン引き入れて両面両面両面のイーシャン、両面両面で、失礼しました、両面とシャンポンカンちゃん、OK、はいのイーシャンテン。そうピンズの息通感がだいぶ見える形、はい、ここで岡田もマンズで両面ターツできましたが、まだ少し苦しいか、ペイが安全パイ候補だけど、まあ、ペイ1枚とりあえず大丈夫かなっていう。わあ、はい、テンパイだ、リーチだ、嬉しい。おさむらチームあんこにしてテンパイリーチといきます。町はイースーマン、さあリーチリーチ高めのイースーマンだと単位を持つ形、はい、結構みんな行きにくいですね。加藤さんぐらいかな、テンパイしたら行かざるを得ないというのが、はい。さあ魚谷さんもドラが重なればなんとかだけですけど、ドラ重なるまでに結構もう形を壊しちゃいそうなんですよね。さあイーシャンテンだからイーソーぐらいと、くっつきのイーシャンテン、ピンズの一気通過も見えるイーシャンテン。岡田さんもイーマンはまあ通ってはないんですけど、はい、そうですね、安全牌で一番浦さん、おーリーチ浦さん1万2000の上がり、これはちょっとくらっときますかね。きますね。ちょっと1戦目の結果もそうですし、今回もちょっとまあチュン一応あったんですけども、はい、やっぱり2枚落とせるっていうのは大きいんで、まあ、ヤンマンの2枚壁も含めてイーマンイーマンと言ったんですが、これがリーチのみでまあいいかなと思ったら浦さんグラっていう。さあ続いてはトーン1局1本バードラはローソーです。さあこちら加藤ソーズで一面つかせドラのローソー1枚、そして岡田いいんじゃないですか、赤ウソ1枚ドラの、赤ウソがあってドラ受けがあるけどまだ形が厳しいですね。おさむらさんの方が良さそうですね、はい、やっぱり。さあ的にローマンアンコ、うん、タイヤオにしたいですね。なんかとりあえず自敗全部切った時の形で見ていきたいですね。はい、ソムラ両万アンコで役配の発白と、おおチャンタを見てローソーを、ドラのローソー切っていきました、はい、まあ、切るなら早い方がいいですからね、宝珠、うん、とかになったりポンとかになることもあるんで、はい、岡田2面詰め完成。親番サムラがすでに2面詰完成、ピンズのイペーコーや、はい、おーパーピン引き入れました。これは一気にちゃんたや7、8、9の3色見える形、はい、だからやっぱりちゃんた系ってやっぱり形がどうしてもペンちゃん、うん、カンちゃんとか残るんで、はい、なんか無邪気にシャーポンからっていう風には行きにくいですよね、この形なんですけども、はい、シャーポンしちゃうと唯一の安全牌っぽい候補があるんで、うん、まあイーソーとかも一応あるはあるんですけど、このシャーですよね、このシャーは、はい、仕掛けず、大谷さんのバランスはやっぱりこのシャーを仕掛けるとかなり危険度が高いと。はい、おさむらテンパイですが一旦テンパイ取りましたか、はい、町は関数ピンですが役なしなので
まだ上があのローン上がりはできません、読み手の選択としました。まあ、親番なんでリーチに行ってもいいんですけども、はい、やっぱり手代わりもちょっといいペーコとかそういう変化もあるし、こういう量形変化はちょっと一応振り点なんですけど、まあどうするか。うん、この両ピンはつもぎっていきます。数ピンの待ち続行です。これはもしかしたら初ポンしてあれですかね、3ピン切ってウッパーピンの待ちからこうしていくとか、まあ実はこうなんか初ポンしてまたうまくいくと取り手までつくケースも結構あったりするんで、うん、くるくるとしてるうちに、なるほど、まあ、そういうところも込みで、まあ、押さえつけというよりも、はい、まあ、この手を上がってしっかり上がりたいっていう意味での関数ピン玉ですね。うん、さあ加藤さん赤馬つもぎった。さあ岡田もタイヤを赤ドラ、もしかして使えるいいシャンテ、おここでお侍数ピン積もりました。500は600オールのつも上がり、はい、結構加藤さん、まあ岡田さんですかね、一番手が良かったのは岡田さんの手が今にもかわしたので万眼球のリーチ飛んできそうでしたが、岡田はまたこう苦しい局となりました。先輩取っといてよかったなって感じですね。はい、お侍の親番連チャンでトン一局日本馬ドラはシャーです。さあお侍さすがに悪いけど、まあ、チャンタは見なかったですね。うん、まあ、チャンタは見ないというか、まあ、チャンタ9ピン切っても一応多発は足りるんで、とりあえず9ピンからっていうイメージか。はい、さあ岡田さんがいいです、いいシャンテンですね。すでに2面完成しております。お侍もここで1ピンかな4面立つできました。柔らかく嬉しい。ここはおー、すでに4、そこずと自敗で4統一、はい、ドラドラ大谷ランドポンかな。おー、ランドポンだ。じゃあランドのポンから発進、ドラドラの大谷本一まで行きましたね。はい、一応チュンもあるんで、チュンドラドラで、まあ、シャーポンできたらチュンドラさんのカンチーピン受け残すかなと思ったんですけど もうここは一気に本一に向かっていくと。はい、さあ赤ウソを引き入れてどんどんソーズの本一に向かっていきます。加藤さんのシャーとかこの手がスルスルと進めば出ていきそうですね。はい、岡田数層残しました。形を良くしていきたいか、はい、イーシャンテンの受けは狭めるけど代わりに横伸びを見る権利が得られると。まあ9万が単純にあれか、もう2枚入れだから、うん、なるほど、そんなにロスにもならないのか。はい、といった瞬間になってしまいましたけどもなんかここは一旦、はい、これはまあしょうがないですね。はい、あの9万切ったことのロスは本当にこのパーピン1枚分だけなんで、うん、だったら数層の横伸び見た方がいいっていう、はい、まあ、あの岡田さんの意思が伝わる一打でしたね。うん、さらにこう打点形ともに良くなって戻っていく可能性が、はい、うん、タイヤまで見えるけどとりあえず G マン切るかな。急走とか切ると、まあ、急走とか E ピン切るとすごい打点派、千年に一度の、ここは数層切っていきました。イーシャンテン佐村さんはもうちょっとチート位置ですね。もうはい、さあ魚谷伸びてますね。もう加藤さんもチート位置と思う。さあチュンが出ました。こちら魚谷ヤンソーポンしている魚谷、チュンのポン、これでイーシャンテン、これはかなりあれですね、抑え込みにいったような赤ウソ切りです、ね、はい、見えますね。なんか結構もう一枚泣きたいから白切ってとりあえずまだ転廃しないよっていう風に見せるっていうか、それともこの赤ウソを切ってもう転廃してますよって言って相手をもう何も切れなくするっていう、どっちかと思うんですけども、大谷さんは後者を選んだように見えます。さあ岡田ここで転廃リーチできました。待ちは関連ピンリーチ赤一、岡田さんはこれはもう打点的にも、まあ、切る牌も安全度は安全牌ではあるんでリーチに行きますね。はい、さあ長村さんはこれはベタ折りのトンかな。はい、まあベタ折りですね、ほぼ。さあウォタに一旦箱を切ってイーシャンテン両ピン4山じゃないですか。あ、ここで1枚減った、ね、残り3枚います。うん、一発はならず。岡田さんも当然これ両ピンがそのあれですかね、もう場を見ると見るからにいいっていう、それで使うとももうウォタニさんが使ってないというのは分かりやすいんで、はい、でもウォタニさんも使ってるケースもあるけど、まあ本質っぽいか。でもそう入ってもしかしたら戻ってこれるかもしれないと落としています。はい、大谷もいいシャンテン。さあ加藤さんも一応いいシャンテンではあるのか。三蔵加藤さんでもいいシャンテンだけど、テンパイしてもシャーが切れないかな。そうですね、ドラが浮いている形。さあどうなるか。三蔵は今取ったところ、うん、
数層も大丈夫、はい、泣ける範囲ではない。魚谷が泣きたい言いそうはもちもちですか。もちもちなんですね。一応ノーチャンスではあるんですけど、はい、ただ、まあ、明確になんか持ってるなら魚谷さんみたいな感じなんで、そこに対しては切れないですね。はい、おさむらさんもドラのシャアがあと1枚山にいます。あ、リャンピンここに来たか。まだあと2枚いる。あ、これいそういそだ。お、これでこれでもチュンドラドラありますからね。はい、うーん、チート位置で粘ることもできないと。リャンピン、まだ2枚山にいる。さあ、ウォタニ、リャンメンペンちゃんのイーシャンテンに変わっています。ウォタニさん、チーソーがないから上がりはかなり厳しい。なるほど。テンパイ取れるかどうか。スーピンが通ったからローピン、スーピン泣けないかまだ。さあこれは全部厳しい。なるほど。屈走も厳しいし、バス走のパーソンも厳しい。ただここはもう屈走、端っこアタックですね、いわゆる。さあ岡田リャンピン、嘘怖い、あ、怖くないか。嘘、赤嘘取ってる、はい。さあ、おさむらさんも安全牌何選ぶか。何、そう、準備深くなってきましたが、まだリャンピン山に2枚。はい、苦しい展開が続いている岡田、ここのリャンピンしっかり積もり上げたい。さあ、いるか。あ、いません。ワンパイにさあ、魚谷もテンパイできず、一番安全な牌を選びたいか。パーソーになりますか。ただ嘘4枚見えてる。ソーズがブロックされてるから、一応カンパーソーとか出てきてもおかしくはない。で、ローソー、あ、か、急走通してるんですね。じゃあローソーが一番安全ですね、はい、こちら配定です。岡田の一人テンパイで流局。リャンピン山に一時全山だったんですけどね。まあ、そうですね。ただこれ全山だとは思ってないと思うんで、おそらく、まあ、2枚入ればいいかなぐらいのリーチだと思うんで、どっちかっていうと、はい、あの魚谷さん下ろしきって一人テンパイできたっていうのは岡田さんは大きいですね。一人テンパイ大きな加点と特殊順序になっております。それでは続いてトン2曲3ボンバー親番魚谷です。ドラはローソー。急走貫通したね、魚谷さん。おー、次映った音見てみましょう、はい、ここは赤ドラドラ。ピンズのいつも見える形。こちら薬杯の初と一通ピンズで一面使うんですよ。おー、これもう缶になりますね。嬉しい。チームいいシャンテンですし、急走缶とします。親番魚谷、新ドラは数層ですね。数層。さあこれはペン3層がドラ表示杯に潜れちゃったんで、かなりペン3層を外してドラのロー層にくっつけたいですね。はい、このはピンズに人数が多い形。ローソー、ドラのローソーを引いてドラの両面ターズができました。1万は9万切ってるからいらない。はい、加藤もなかなか一面つ完成して両面がある形。おお、これ本一に行った方が早いかな。でもシャア自家製のあれなんですよね。ドラなんですよ。ドラじゃなかった、すみません、ドラあれだ。自家製のシャアが統一と飽きていく、はい、全順、全局のドラですね、シャアは。はい、先ほどの魚谷が統一だった、はい。さあ、これはローソーか。ローソーですね。これはリャンゾーイーソーが、おお、ペン三層残した。イーソーがあれか、岡田さんが第一だ、おさむらさん第一だで、三層がいいと見てるんだ。これ三層よしと見ましたか、はい。でもこうしておくとあれですね、チーピンが青とパーソーポン、あとパーソーのポンをから発進、爆発順重ねるか単野にするかの両天秤みたいなところですかね。実際三蔵ドラ表示範囲外3枚いますね。おお、これはすごい。でもローソー、おっと、痛い。でも三蔵もいたんですよね。さあこれはどうなるか。さあイーシャンテンだ、おさむら。イーシャンテンドラ1枚。大谷さんのこの選択はもちろんペン3層がいいのもありますし、はい、なんかローソーを切るしかないっていうのも一個あったと思いますね。チーピンを残しておくと、あのメリットって、はい、ローソーから例えばウーソーを引いて横伸びになった時に顔面取れるってことなんですけども、まあ、それよりも単純に3層がいいのと合わせて、やっぱりでチーピンからの横伸びはこのチーピン1枚切りでも獲得できるんで、はい、その2つが合わさった、まあ、すごい合理的な一打に見えますね。おさむら初のポン点が取れるようなイーシャンテンにもなりました。これ、おチート率になった。岡田チート率、赤赤のイーシャンテン。
こちらもイーシャンテン。場は煮詰まりまくってますね。うーん、おー、これも2品切っていった、はい、3品ションパイだけども安全パイ持った。ウオタにローピン引いてペンサーズ払っていきました。ウパピンのターツができました、はい、ここでハツが出る。お侍仕掛けていきます。ハツのポンペイを切って電牌待ちはウッパーソー、ハツドライチ。これパーマンから切りしておくとちょっとスライドっぽく見えて、はい、ヤンウマンが、うん、なるほど、少し盲点になりやすくなりやすくなるか、盲点になることもあるっていうぐらいですかね、はい、さあ加藤もリャンメンリャンメンイーシャンテン、スーソードラハマ行きましょう、はい、天敗ですし、おお、これはリーチだ。さあ大谷天敗しました。リーチといきます。待ちはリャンウマン、リーチ、ドラドラ。細かいですけど大谷さんパーマンの位置もあれですね、今ウーマンスライドしたような位置に入れてましたね。なるほど、これリャンマン危ないか。ここ一旦シャーマンも形的にチート率のイーシャンテンから親リーチには押せないと、はい、しかも今回あれですかね、ウオタニが缶が入ってるんで、うん、いわゆるイーハンアップの缶が入ってる上に、このリーチだらマンガンが、おお、ここで加藤も天敗、待ちはスッチーピン。加藤さんも両面でかつ現物待ちだから結構前に出そうですね。これは行きたくはない、振りたくは全然ないんですけど、うん、こういう時に結構上がらんですよね。ヤンウーマンがさっきのパーマンスライドに見えたらヤンウーマンが出ちゃうっていうケースがあるんで、なるほど、やっぱりあれは空振りしといた方がいいと言っていたら、パーソー積もりました。初をポンしたおサムラが積もりました。初ドライチ500銭は800銭300の積も上がり。いやー、これはあのおサムラさんのあのあれですね、ペイ残してリャンピングが結構秀逸でしたね。うん、もう結構場が煮詰まってるっていうことで安全牌のペイを残して、はい、でかつ初ポン点だけは絶対取れるようにしつつ、まあ換算ピンの受けは減るけどもそれはしょうがないと、安全度を取った一打でしたね。はい、その選択お見事、しっかりこう大谷の親番の手をかわしていきました、はい、さあそれではトン3局、親番は加藤、ドラはシャーです。お、ポンの発声が入りました。親番加藤、初のポンから発信。はい、なんか一瞬チラッと映ったのはとんでもなかったですね、はい、どれですか。これですね。おお、ドラアンコ、ジーカゼのシャーのドラがアンコ、もう形もいいですね、これは、はい、あと一目つ完成。目一杯連チャンという形にしましたね。うん、目一杯連チャンだとダブトンも切っちゃって、はい、もうパーピンにくっつけるのもそのロスも逃がさないんですけども、それよりも一応ダブトン重ねて打点も見たと、次に移る加藤さんですね。大谷トンをポンしてすでにイーシャンテン。さあこれはドラあんこもらってるおさむらさんは気が気じゃない、早く泣ける早い、うん、切られてほしいけど、リャンウーマンとスチーピンだからそんなに簡単にあれですね、はい、岡田さんから出る牌ではない。もうちょっと準備進んだら出そうですけど、さあどんどん岡田も手が育っていきます。大谷もポンテンも取れる形のイーシャンテン。さあ親番加藤もくっつきのイーシャンテン、はい、頭で来た、発音しています。さあおさむらリャンスを泣けた。これでドラさん赤、両面両面イーシャンテン。大谷さん天敗カンチーピン。さあお侍の手を流していけるかかと思いイーシャンテン。ローマンチーマンで両面落とし見せますか、はい、ちょっとヤンウーマンが嫌ですけどね、ヤンウーマンがちょっと泣きにくくなりそうなんで、うん、ちょっと嫌ではあるんですけどもしょうがないと。岡田さんが手配的にこれ選んだらヤンマンとか出てもおかしくない、はい、嘘かな、リャンゾーポンが入ってる、おーチーマンの方にした現物今取った、はい、今なら切れる配と。さあおさむらもさらに本店も取れる形のイーシャンテンになった大谷、はい、さあ天敗両面だ、スチソー親番加藤も天敗しました、スチソー初を泣いています。おーイーシャンテン、嘘数万両方結構場は煮詰まってることを実感してるんで、振り点なんですよね、はい、6球層が、なんでパーソーキッチャーもありますが、おお強気、345も見える形か。さあどうなるか、345はちょっときついですか、はいはい、ちょっと振り返らないといけないですね、はい、さあ2人すでに天敗が入っています。親番の加藤と大谷どちらも、うん、安い天敗だが打点がある2人が、そうですね、勝負手がいますからね、面前2人は。おー加藤
ちいそう積もりました。初押しかけた親番の加藤の上がり500オールの積も上がり。いやー、おさむら苦しい、悔しい。ご覧こう、そうですね、おさむらさんも岡田さんも結構悔しかったですね、勝ち的には。さあ、加藤の親番連チャンでトン3曲1本場、ドラはウーマンです。さあ、加藤ドラ受け、おお、初から。これもなんか1回戦で大谷さんが見せたのと同じような、はい、もう完全リーチ手順ですね。うん、逆牌から切っておたかぜの牌を残すという。お、大谷すでに2面使完成、しかもドラドラ赤でしたね。おお、また大きな手が飛び出るかもしれない。岡田逆牌の白統一、ソーズで1面使完成。ソーズと地牌が少し多い手ですかね。はい、チャンタという感じじゃないんで、3色か、うん、まあ、本一かみたいなイメージですかね。本切ったんで、はい、結構本一によってはないですね。うん、さあ、ドラドラ赤、すでにチート一ダイヤも見える。も見える手、ダイヤも見える手、仕掛けていきそうですか。はい、岡田さん、白1枚目はスルーと。はい、これで7、8、9、これ7、8、9にする。まあ、チュンってイーソーから伸びたらちゃんと3色。はい、さあ、浅村今局少し苦しいか。ここもなんかちゃんとっぽくあるんですね。うん、ただやっぱりこのルールで、しかもドラウーマンですとちゃんとにはしたくないですよね。うん、やっぱドラがウーマンとかだと結構、はい、なんかハネマン級のダマ点も結構平気で出るんですよね。そうですよね、それこそ、そこに対して中盤以降に、うん、まあ、テンパがチーしてなんか一生この、はい、あのチュンチャンパイを切るチャンタってやっぱりやりにくいんですよね。はい、ウオタにイーシャンテン入りました。あー、ここでダブドラの赤ウーマン、まあ、これはどうにかして使うっていう感じですよね。はい、これはもう両半分ですもんね。さあさあ、これは広いというか頭がないけど十分。加藤さんも十分系になってきた。三蔵切っちゃうか、安全どれ残しましたね、数層の壁の三蔵を。はい、親番加藤も両面両面イーシャンテン。さあ、ここもなんかイーシャンテンだ。ピンフのみの、はい、ハニアン蔵が入ればピンフのみ、うん、うん、ウーマン、ドラのウーマンさらに重ねました。ちょっと過剰、くっつきの形になりますね一旦。うん、くっつきの形となんか頭探しの形が複合しているようなイメージですね。はい、さあ、大田さんも赤馬の周りはくっつかないというか、ボタニさんがめちゃくちゃ持ってるからくっつきにくい。3色だ。これはトップ目なのもあって仕掛けて、はい、まあ、リーチを打たずに済む形を優先しましたね。なるほど、これチーだ。これチーして親の現物待ちのリャンピンと。なるほど、ここでお侍リャンソーのチー転配しました。待ちは完リャンピン、チーニッサンの3色の役割転配です。これまたかわしたら大きいです ね、 ですね、特にここの大谷さんの手なんて。うーん、さあ、くっつき広くパーピン切っちゃうか、それともまた別の選択肢があるか。さあ、ここスーピン切り、つも切りとしました。ただウッパーピン引いたらドラを切ると、はい、いうわけですね。さあ、加藤親番加藤も両面両面イシャンテン。お、ここで両ピンが出る。お見事、お侍 1,2,3 の3色で線は1300の上がりとなりました。しっかりとまた勝負手かわしていきます。はい、まあ、いわゆるカンチャン2つ残して両面切るっていう、うん、まあ、ちょっと一見するとちょっとなんかその麻雀のその節理に反しているような形ですけども、はい、やっぱり役割で仕掛けられるという点もあって、それが見事にはまりましたね。はい、それではトン4曲、親番岡田、ドラは数万です。さあ、おさむら、バカゼとジカゼのトン、ナン、ドイツ。あ、バカゼはあれですね、なん、あ、あ、トンバカ、失礼しました、失礼しました、トンかな、いい、あ、ここでトンが出ました。おさむら、トンのポンから発進。これはもうかわしてでよしですね。はい、もう4万点持ってるんで、親番をさっと流して難波に入りましょうの仕掛けに見えます。さあ、こちら親番岡田、ソーズで一面つ完成、ドラ赤馬1枚、そこまとまった形のように見えます。はい、結構今回は全員まとまってますね。うん、あ、岡田さんも、そう、両面ターツ増えました。いや、小沢もうすでにイーシャンテン、一応白重なった時にちょっと選択がありますね。はい、どうだろう、ちょっと打点も見て本一に行くもありますが、ちょっと見てみたいですね、瞬間、うん、この1枚切れの白とかをどう見るか。はい、岡田2面詰め完成、追いつけ追い越せ。うん、いや、ここも来た、大谷ウーソー引き入れました。ドラの数枚1枚、
ちょっと嬉しくないけど赤ウーマン出ていっちゃう可能性も出てくるけど、まあ、はい、まあ全然採用の圏内ですね、うん、いやテンパイだけどこれは取りたくないな。外していきます、はい、タイヤを。あ、そうテンパイじゃなかった、そもそも頭がなかったですね。はい、なんでタイヤをに形を整えていくと、はい、さあちょっとつるゆつる加藤さんが形的に厳しかったんですけど、うん、これでまた話変わってきた。ぐっと形が引き締まりました。ヤンマン2枚切り。さあ岡田さん、いいシャンテン、いいシャンテン、リャンメンリャンメン、いいシャンテン。おお、これ結構本質に色気ありますね。なるほど。というのは1枚切りなんですよ、白が。なんで安全度が高いのは白なんですけど、はい、まあ、ちょっとチュン一応重なったら本質を見たいかも。一応その重なった時の枚数とか、なるほど、あと一応絞りも込みで白金白を切って、安全度ではなくちょっとそういう絞りとか自分の打点とかを見て残したチュンに見えます。あ、さて数層重ねてウォータにテンパイ。これヤンウーマンめちゃくちゃ切れてるんですよね。ヤンマン4枚にウーマン1枚と闇点の選択としました。単野をドライチ、リャンウーマンのテンパイです。なのでリーチには行かずといったところか、はい、結構このままダマ点になるんじゃないかなというイメージ。数万重なった時だけ考え、はい、そして加藤さんがチュンチュンと言って単野のいいシャンテン。さあ岡田もリャンメンリャンメンいいシャンテン。おさむらもずっといいシャンテンなんだが、はい、こうポンできる愛がまだ出てこない。さすがにそうですね、うん、ここはテンパイを維持しました。さあ加藤パーソンをチーしてテンパイ、待ちはウッパーピン、タンヤオ赤一。これは結構、さあ親番岡田、はい、テンパイリーチといきます。待ちはスッチマン、リーチピンフ赤一、ドラの数万高めだとさらに万が以上が確定する、はい、いやーこれ宇谷さん、いやこれいけないですね。というのは、はい、このウッパーピンってめちゃくちゃ加藤さんに危ないんですよ。なるほど。加藤さんがチュンの取り落とした後に、はい、チー出しチーピンなんでと言ってたらなんか、うん、話す今が。ここは岡田の上がりとなりました。リーチ一発ピンフ赤一、裏一、裏一、あ裏も取りました。です、ね、1万2000の上がり。今日のところ苦しかった岡田ですが、はい、ここで一発気持ちいい上がりが出ました。さあ岡田の親番連チャンでトン4局一本場、ドラはチュンです。さあ、おお、第一質問で想図が引き締まりましたね。うそ、引き入れました。さあ、さあ加藤はドラドラだ。ドイツドラドラ。ただ打点はそんなめちゃくちゃ見るって感じじゃないですね、はい、あの打点見るとなんかパーソーとか一応切っておいて、うん、ピンズの本質まで見るっていうのもあるんですけど、まあ、うん、とりあえずおとなしくと、はい、ピンからパーソーからの伸びを逃さないと。あ、こちら親番岡田、チーマン引きりとエスタメン詰め完成、ドラダカウマン、はい、使える形にしたい。おさむら、お高瀬のデートシャーが統一、少し想図が置いて配下、はい、さあ、トン切るか、リャンゾースーソーいくか、トンからピンズでスタメン完成。うわいい形、嬉しい形になってきた。おさむらさんも想図の本言ってたけど、仕掛けてなんか2000点の手を目いっぱいにするっていうイメージではそうですね、まあ、1枚シャープペンどっちかないてももう1枚の安全取り付があるんで、はい、1枚目は仕掛けるという手も形によってはありますね。はい、ソースがだんだん増えてきました。さあウォタニの手にドラのチュンが1枚だが、なかなかここからは出なそうだ。そうですね、形整わないと出なそうですね、はい、さてロウーマン短期テンパイ、なんか微妙、むちゃくちゃ打点見て9万パーマンとか行く手もなくはないですけども、とはいえさすがにですね、ローピンを切ってテンパイを取りました。町は現在ウーマン短期闇点の選択としました。そうですね、親番なんでね、結構打点は欲しいんですよ、もちろん、はい、打点上昇効率がいいんで、いやこれはリーチだ、振り点だけどチーピン引いてリーチといきました。町はイースーチーピン、リーチピンフ、まあ、振り点だけども、まあ、赤ウーマン切りリーチにちょっとまあ恐れをなしてみんな降りてくれれば、まあそれでよしと、はい、3面待ち積もっていきましょう。さあこちら加藤さんもこれドラドラだが、そうですね、一旦数万から、うん、なんとか回ってこのドラドラ上がり切りたい、
ットにはそうですね、結構もうギブアップですね。はい、ああ乱増にした。じゃあ6万結構厳しいと思ってますね。これはうーん、いやーこれ誰も目いっぱいにいけないな。ウーマンチーから入った、ウーマンチーから配信乱増で天杯ならスーソーも行くと。はい、リャンゾー来て3点ですが、親番岡田1ピン積もりました。リーチ、ツモ、ピンフー、1300は1400オールの積も上がり。さあ加点が続いていきます。親番岡田そうですね、はい、じゃあまさ展望をやり取りを行われております、はい、さあそれでは続いて岡田の親番連チャンでトン4曲日本馬ドラは言いそうです。まずはこちら親番岡田のハイパイ、ニペイコができてる、確定もう出来上がってますね、はい、でこれで頭もできた。あ、これはもう岡田さんリーチに直線で手組んでいきますね、はい。さあ、ウォッタにドラの磯1枚、赤ウーピー1枚あるが、まだ形が少し苦しそう。形はもう全然もう全然ですね。逆牌は重ねたいっていうのは絶対ありますよね。はい、さあ、加藤、奥高でシャーと1、ソーズで1メンツ完成。これもなんか打点的にもシャーシャーって、おっと。そう引いて、これでイーシャンテン。はい、くっつきだけならまあ初切った方が広いんですけど、はい、これも打点見てますね。初重なった時の初と三蔵のシャンポンリッチがまあ初度が上がりやすいっていう打点もつくと、うん、で2ピン3ピンのまあペンチャンリッチとかは一旦まあ逃しても目をつぶろうっていう、はい、いいピン切りですね。さあ長村9ウーマンか、まずの形少し良くなってきました。大谷も少しずつは進んできているんですが、まだ厳しいといった印象か。さあ加藤ここでピンズでメンツ完成。いやこれもリッチでしょう。いやでもちょっとさすがに横伸びが多すぎるか。ああ横伸びが多いと。え、岡田天杯です。闇天の選択としました、はい、町はウーマンと三層のシャンポン町、イーペーコンの役があるのでロン上がりもできる形です。なんかロン上がりあんまりしたくないですよね。なんかこれなんかいくらでも横伸び、ああなんか本当に横にあのあれですね、見逃すもありえるぐらいの、なるほど、なんだろうこの5巡目ですよね。1段目はなんか見逃してもいいかなぐらいの、はい、それぐらい横に伸びやすいんで、でギャンペイコーとかそういう副次的な役もつくんで、さあそこの岡田の選択にも注目です。さあ長村ドラのイーソーを持ってきました。まだちょっと使いづらい形か。さてチーソーを切って、これもいいシャンテン、はい、わあ最高最高。ここで岡田リーチといきます。町はイースチーソーリーチピンフイーペーコー、高めのドラのイーソーだとさらに打点がアップ。いやこれ大谷さんもお侍さんもイーソー捕まってるんでかなり行きにくいってことで、もうほぼベタ折りですね。さあ絶好の3面ちゃんでリーチ、もう一個待つそんなことはないですよね。もう無理ですね。加藤いいシャンテンだが、いや厳しい。リャンゾーぐらいいくか。一応カンリャンゾー全然否定されてないんですけど、まあしょうがないと、とりあえず形的に、はい、他に完全な安牌もそうですね。うん、形崩すしかなくなっちゃうんで完全安牌は。さあお侍も手を崩していく。さあ加藤いいシャンテン、岡田積もれるか、三面ちゃんが強いか。うん、岡田さん全局のリーチとかもあって、あの、はい、結構その親番でそういうこういう風にあの相手を下ろすようなリーチもするんですけど、うん、そういうリーチが多いからって、じゃあこのリーチもそうだろうって言って前に出ていった時には1万2000とかになるんで、やっぱり親番のリーチは強いですよね。脅しのリーチかあれかって分かるわけないんで、はい、そんな今回はもうしっかり本手の待ちも十分打点十分のリーチです。さあイースチーソー積もりたい。いやこれはもうほぼ完全に山との戦いですかね、はい、いやちょっと待って、あでも言いそうが来てないからか、うん、檻になる。山との戦いが濃厚に見えますが、全員虎視眈々と天杯を狙っているといった、そんなイメージですね。加藤も回って今また2シャンテンに戻ってきました、
さあ、おさむら、でもいやー、イスチーソー全部捕まってる。全部捕まってますね。通る牌は中抜きの嘘しかないんで、ここでおさむらさんが一旦ギブアップ気味ですかね。大谷さんもまだ一応形は残ってる。はい、さあ、加藤を天敗だけど、ヤンマンが厳しいと。あれ、イスチーソー積もりたい。ここにいる。これは結構本手なんで、やっぱりあれですよね、積もりたいですよね。はい、さあ、一人一人とギブアップ者を増やしていって、これでまだ一応加藤さん残ってるけど、どうだ。さあ、だいぶ一人テンパになりそうですが、一人テンパで嬉しいなんてこう言ってる、はい、言いたくないような。そうですね、しかもイーストまだ山に2枚高めがいますからね。なるほど。さあ、加藤もなんとか形キープしてきていますが、はない、チーソーもない。じゃあイーソー2枚しかないんだ。うーん、イーソー2枚がいるんだ。どうだ、いたー、いたー、リーチ、ツモ、イーテコ、ドライチ、ウライチ、ダブル4000は4200オール、6000オールですかね、失礼しました、はい、6000は6200オールのツモ上がり。高めのドラのイーソー裏にもいました。さあ、しっかり跳ね番決めてきました。いきなり1回戦のうさばらしというか、そうですね、うっぷんを晴らすような。そしてこのハイパイである。さあ、トン4曲、ドラは三蔵、ドラ三蔵ですよ、これ。って親番岡田です。ドラドラ赤。さあ、おさむらも掃除一面つかんせ、両面二組。いや、これはもう三人とももうあれですね、もう勘弁してくれって感じですよね。そうですね、なんとか流したいけど、いや、これチーマンなんか引いちゃったらもう大変だ。ちょっとハス重ねて、いや、そうですね、仕掛けも見たいんでパーピンからと。はい、先ほどの上がりでぐっと大きなトップ目に立ちました。岡田さやか、また加点が、大きな加点が見れそうなハイパイ。これはつもぎりですね、ハツが1枚切りですけど、それでもやっぱり仕掛けができるっていうのはそれだけ偉いということですね。はい、さあ、イーシャンテン、これはハクポンはするか、具形が残ってるんで。岡田の親番かわしていくか、おさむら。さあ、チーソーあんこになって2面詰め完成。いい、まだいいシャンテンじゃないですね、はい、失礼しました。さあ、おさむらさんは何に引いた。あー、単品も見えるからちょっといろいろ考えたくなる。なるほど。けどここはチーマンつもぎり。はい、あのチーマン結構、ハク出ました。お、泣かない、出ます。るなるほど、1枚目は泣かずと。タンヤオが普通に見えるんで、それもありますかね。はい、岡田、これでイーシャンテン、カンローピン、ペンチーマンのイーシャンテン、ドラドラ赤。さあ、ここも、あ、チーマン1枚、2枚切れたのか。なるほど。じゃあもうあれですかね、なんかうまいことウーマンにくっつけて、はい、あ、これで普通に面前でいけそうな手になってきた。はい、おさむら両面両面のイーシャンテン。ここは2差しが見える。うーん、2万。さあ、おー、パーピンは振り点。はい、さあ、456の3色を見るイーシャンテン、おさむら。大谷さんはちょっと我慢ですね。うーん、ここは耐えて耐えて。さあ、両面になりましたが、以前ペンチーマンが少し不安か。ペンチーマンが不安なので、ペンチーマンそっくり、なんかこの手は絶対上がりたい手なんで、うん、よっぽどなんか上がれそうな確証がない限りはペンチーマンで蓋をしたくない手ですよね、はい、ただもう順目が順目か。なるほど。この後ウーマン周りまたペンチーマン外した後にくっつけてっていうことをやってる時間があるのかっていう悩みもありますよね。サブローピンからこう入った場合の岡田の選択にも注目です。さあ、加藤さんもここから手が伸びない。おお、チートイツはもう見切った。先に数万を逃す形。さあ、ここも入らない、はい、そしてローマンが一応2枚目になって、ちょっとマンズの上がなんか安いかなっていう感じの情報には出てきましたね、はい、さあ、というわけでここでもう目いっぱいに組んでいきます。さあ、おさむらもイーシャンテン、まあ、万にウーマンのくっつきが良かったローマンが2枚見えて、それもありますかね。だからもうここはペンチーマンでもう、はい、もうしょうがないと、順目が順目だと。お、これは嬉しい。これで嬉しい。しかも9万はめちゃくちゃ良さそう。はい、実際山に2枚いる。おさむら
ここで4、5、6は見切って安全牌残していきました。さあ煮詰まってきてる。おお、いいシャンテンだ。ここもいいシャンテン、リャンメンリャンメン、いいシャンテン。ドラム捕まえる形。このシャアをポンしたのは魚谷さんが粘って、粘って、粘ってる。一番勘になので勝ち上がる。うわー、ローピン引き入れて岡田リーチ、3層と9万のシャンポン待ち、リーチドラドラ赤、9万2枚、3層1枚です。三山しっかりとこう、はい、不安だったペンチーマン解消してしっかりとリーチに行きました。ちなみにペンチーマンも2枚いました。なんとさあ、そして三蔵ラス1引いた。サブローマン、さあどうなる。サブローマンは結構薄そうかな。そう、サブローもテンパイ。ちょっと待って、何リーチ、サブローそうだ。町はサブローそう、リーチ赤、高めの三蔵ないけど、ローそうが2枚いる。でサブローマンは手配に5枚使われて3万1枚かな多分。キューピン、いやー忙しくなってまいりました。ことは岡田さん1対2対2なるほどだと思います。そして参戦換算ピンが2転売換算ピン、何が2枚いるんだ。3人転売、あ、失礼しました、4点転売。すま、すま、すま、大丈夫大丈夫、ちょっともう白は違うけど、これションパイ、ね、一切り、一切りか。おさむらが頭ですね。ジャンコにしているドイツの牌。1対2対2対2ですよね、確か。あ、ん、ロー、そうか。白は切っていく。さあ、チーピンは何でもない。はい、リャンマンも取る。何でもないよね。ちょっともう不安になってくる。ローピンは大丈夫です。換算ピンです。さあ、パーピンも通る。はい、さあ残り1巡、決着がつかない。あ、ローソー2枚のこれはおさむらの上がり。はい、リーチ、イーペッコ、赤市、5100の上がり。いやー、4件転売を制したのはおさむら大でした。いや、すごい曲でしたね。いや結構ちょっと大谷さん結構厳しくても、うん、折り気味かなと思ったんですけど、しっかり、はい、しっかり安全牌残して形決めつつ、最後2枚残りの換算ピン転牌してっていう、いやーすごいいい曲あった。うーん、さあそれでは難入へと難入していきましょう。親番はおさむら、何曲、ドラはトンです。さあそれでは4社の手牌見ていきましょう。さあまずはこちら親番おさむら、ジモン引いてマンツで一面つかせ、ピンズも一面つできていて、ピンズもいつも見える形。ウォータに赤2枚ありますね。ただ加藤さんが3面つ、すでに3面つできています。さあ岡田も形、岡田さんは第一だ。ドラから切ってもおさむらさんが第一だ、うん、泣いたらまあ考えるし、泣かれないんだったら全然もうそれでよしと。はい、ウォータに先ほどダブナン重ねました。さあいいシャンテンだけど、ちょっと形はだいぶ弱いですね。なんとかしていきたいところ。ここはもう自敗全部切ってからですね。4統一、さあチートイツもメンツでも見える手配。ドラ、ここにドラのトーン、ちょっとドラが過剰に来てるし使いにくい形ですね。お、くっつき、おお、シャア残した。これでいいシャンテン、お、シャア残しましたね。これは結構意外ですね。1枚切れなんで、はい、まあおそらく多くの人はシャア切ると思うんですけど、この辺が加藤さんの打ち筋の多分特徴なんですよね。おそらくこのシャアを残すっていうのは、実際これでシャアシャンポンとか来られたら結構、そうですね、あれですかね、打ってる側と打たれて打ってる側としてはやりにくいですからね。これはさすがにシャアか。ここでシャアを切っていきます。岡田先ほどチースを切ってチートイツに決めましたか、決めたような一打ですかね、はい、さあ大谷ダブナンあんこにしました。赤馬切った。ダブナンドラドラの形を強くは見なかった、仕掛けでの。はい、さあ9層残して、これは想像も一気通貫も見える、インシャンくっつきのインシャンテン転売。岡田転売、町はスーピン、タンヤをチートイツ、はい、転売です。スーピンにしましたね。これは結構なんか端に寄せる方がメジャーかと思いましたが、はい、まあ、自分で3ピンチーピン使ってる分真ん中の方が使いにくいのか、そういうのもあるのかな。うん、
そう。これは明確に大谷さんがチーマン、そう。大谷さんがマンズ持ってなそうなんで、マンズの上です、はい、特に。下は分からないけど上持ってなそうなんで、そこを狙ったチーマンタンキ。はい。さあ、これはテンパイリーチだ。リーチといきます、加藤。町はサブローピン、リーチピンフ。ここで、つもぎりリーチ、岡田。町はチーマンタンキ、リーチタンヤをチートイツ。さあ、ダムナンコの大谷も、リャンメンリャンメンインシャンテン。さあ、パーマン。サブローピン対チーマンタンキ。チーマンが2枚いるし、サブローピンは、サブローピンも、ローピンが3枚いるな。はい。これが今に減ったから2枚か。うん。あ、チーマン来た。ここにチーマン、ウオータニ、一旦キューピン切って、チーマン置いて、イーシャンテン。テンパイしたら出てしまうかもしれない。チーマン、そうですね、テンパイしたら出ておかしくないですね。ダブナン、カイチ。あー、テンパイした。これは出てしまう。これは岡田の上がり、リーチタイヤをチートイツ。6400の上がりとなりました。これはかなり岡田さんの強気の8000リーチタンヤ、そうです、8000は、まあ、2000点払ってましたけど、あれですね、ちょっと展望時の間違いがありましたが、6400なんで1600ですかね、はい、1600返せば、1400返せばいいのかな。はい。さあ、お見事な強気の追っかけリーチがしっかりと、ね、1600か、3600のお釣りですね。割とトップ目の岡田加点していきました。さあ、続いては魚谷の親番で何2曲ドラはイーマンです。さあ、魚谷の手配なかなか良さそう。良さそうですね。そうですね、一面つかんせ赤ウソ1枚、両面ターツも豊富です。さあ、加藤イーソーアンコー、いつも悪くない、そうですね、打点がちょっと足りないけど、まあ、魚谷さんがはい、かなり近づいてくれたんで、もうこの魚谷さんの親に4000ゴールとか言われると、うん、いよいよ着陣上昇も、まあ、親番あるとはいえ条件がどんどん厳しくなってくんで、はい、ここはもうさっと上がって自分の親番で勝負っていうイメージですかね、うん、さあ、長村さんもいいんですよね。あー、本一見えるけどローマンチってとりあえずお茶濁しか、うん、農白重ねました、考えてますね、ちょっととりあえずローマンから、うん。さあ、こちら加藤は2面つ完成しています。ブロック足りないんですけど中盤にしましたね、はい、やっぱり加藤さんやかなり自敗を大事にする打ち手みたいなイメージがありますね。ダブナンの打点がかなり強く見てると、これで3個見えるんで、まあこれでパーピンと、はい、加藤イーシャンテン3個も見える形。さあ、なんかピンズが陳密になってきた。カンチーマンターツ払ってピンズに下げて、こっちはソーズか、これはでも初ですね、さすがに3面ちゃんにゃん面のイーシャンテンで打点も見えるんで、うん、3万切っちゃうまで、さすがにか、3万も残しました。イーシャンテン広くなります。岡田もドライ1枚、パーピンはチーしたいところですね。これおさむらさんのおさむらパーピンをカンちゃんでチーしていきます、はい、これで、ウーピンのくっつきと初ですね。はい。さあ、大谷もイーシャンテン、こちらもイーシャンテン。さあ、親番、親番じゃ失礼しました、岡田少し苦しいか、うわ、受けた受けた、かなり受けに近い一打に見えます。トップ目ですからね、おさむらさんにもこれ以上泣かしたくない、はい、ちゃんた系の例えばちゃんたドラドラとかもありえるんで、もう中の真ん中のウーマンから中筋でいってますね。はい、岡田は絞っております。おさむらイーシャンテン、ドラも切られた。こうなるとかなりピンズなんで、ピンズと自敗はもう効かない構えになりそう。はい、実際そうですね、もうこれで天敗です。マッチはカンローピ ンチーズ赤1万2000の天敗が入りました。カンローピンは1枚ですけど、いろいろ待ち変化の可能性は残ってる、うん、おっと、これ数万切った、ドラを使うで数万2枚切れか、なるほど、三眼光の打点はもう見れないと。はい、ドラを使って打点を作っていきたい。さあ、こちらもイーシャンテン、ローピン山に1枚ですね、はい。さあ、岡田さんがなんか受けてる間にちょっとずつ形が戻ってきましたね、はい。
ただここの三面ちゃんが、ヤンメンが強いかな。さあ赤ウーマン引くならこれは喜んでリーチでしょう。加藤リーチといきました。マッチはパーソー9層のシャンポンマッチ、リーチ赤1パーソー1枚、パーソー1枚だけ、はい、魚谷さんの9層がちょっと危なくなるかな。なるほど、とりあえずこれでやんぞかな。ウーピンローピンも一応あるにはあるけど、さすがにちょっと眉間両結びになるんで、ヤンソーから切りとしました。さあ三蔵現状ローピン対パーソー9層のシャンポン1対1、はい、ただ大谷さんが白をポンするような形になると、白があんこになるような形になると急走が危ないです。さあさあ行くでしょう、全部行きます。これ上がるとトップ目に立ちます。朝村チンツ赤1万2000の天敗、二層が3枚加藤さんが持ってるけど、はい、まだ山にはいるんで、一数地層が先に埋まれば大谷さんが助かります。はい、それまでにハック割れちゃうとだいぶポンテンになるんで、なるほど。しかもハック現物なんでこれですよね。あ、ただ岡田さんは元に来ました。あれか、おさむらさんケアがあるんで、はい、こうなるとガゼンあれ、あ、しかもローソー取った。これでかなり、では絶対あれですね、ローソー切るんで、はい、シャンポンでも大丈夫と。だからそのテンパイが入るかどうか、順目的にそろそろ怪しくなってきた。順目も深くなってきました。ここにローソー、あーローピン1枚パーソー1枚、E ピンはションパイだけど、これポンはしない。さすがのサマラさんもポンすると一応待ち変化あるんですけど、出ていくウーピンとかチーピンが別に通ってるわけじゃない、はい、カンローピンを続行していきます。さあ3ピン、さあチーピン切って現物の関数ピンにする手もあります。そうしましたね。関数ピンに位置を変えていきました。ウオタにチーピンをチーしてローソーを切って切天敗。町はウーソーとハクのシャンポン町、役割の方ハクは岡田さんが1枚抱えて、ちょっとさあ両ピン引き、ウーピン切ると一数ピンですけど、全然両ウーピン通ってないし、ちょっともう通ってる筋もかなり多くなってきたんで、はい、E ピン切るかなっていう間ですよね。ちょっともう、E ピンを切って、はい、安全に変えていきます。天敗にしましょうと、はい、一応配定積もがあるけど、はい、スピン、んーですよね。これはもうもうたられ場なんですけど、ウーピンをしてたら上がりあったなっていうのをちょっと見せられちゃってましたね。さあこちらが配定ドン、流局となりました。魚谷、加藤、佐村の3人天敗で流局。まあちょっとウーピンは厳しいですよね、やっぱり。やっぱ補充しちゃうと結局ってあらんで、はい、そう上がりはないんで、うん、最後開くときに、まあ、ウーピン当たりであってくれと思いながら、ね、だけども、あーウーピン通ったから一応ハネマンの上がり逃しだなっていうのは現実として、あの、はい、デジタルオカルト、まあ、デジタルの申し子でもやっぱり現実としてやっぱ目の前にありますよね。はい、さあ大谷の親番連チャンで何2曲、1本がドラは白です。さあ加藤さん赤赤、そうそうでしたね。さあ数枚木入れてですが、まだ少し形苦しいか。ベイチャオサムラピンで一面つ完成。そしてそろそろ結構あれですね、対局終了の時間も結構近づいてきましたね。残り17分を切っているところです。現在何2曲だろう。まあ岡田さんはとりあえずトップ目なんであんまり気にしないですけど、はい、加藤さんは結構気にしたいですよね。自分の親番何回続けるからやっぱりトップの確率変わってくるんで、はい、早く全然こっからでも例えば30分ぐらい、あの全然、まあ、16分でも親番で6000オール6000オールってそうですねやれれば全然こっから急上昇浮上できるんで、はい。トンのポンから発信は魚谷、ピンズの本一、ピンズの本一だ。ドラの箔も1枚。さあここで3ピン引いて、いや3ピンは嬉しい、いいシャンテンです。はい、さあ浅村さんはちょっと苦しい。下茶の魚谷さんの仕掛けがまだわからないんで、何か正体が、あさあ加藤箔切っていく、箔からいった、先に切ろうと。これもまた不思議な打ち方といいますか、かなり独特ですね。もう自分で重ねたいっていうよりか危なくなる前にといったところなんでしょうか。まあ、そうですね、それが一番大きいですからね。白炭機とかもやっぱりトンポンして大谷さんが次ワンフローで白炭機とかもあるんで、はい、
何よりも先にその危険がある白を切りたかったっていうのがおそらく一番だと思うんですけど、おお、これはなかなか。さあ、ごとにピン図が少しずつ増えていきます。ここで何切って目いっぱい、ピン図の一気通貫も見える、ぐっつきのいいシャンテン。さあ加藤、ここおっと、魚谷いいシャンテン、パーピンのくっつきっていうので、なんかちょっと形としては結構弱めですけど、まあいくらでもピン図引いたり仕掛けでカバーできるようなイメージですかね。はい、何数ピン引きとかが一番、数ピン引きからなんかこう変化して本一問いとかになるのが一番嬉しいですかね。はい、さあこれは佐村さんが先か、魚谷さんが先か、加藤さんが先か。はい、加藤もいいシャンテン。ああ、これで魚谷さんも両面両面のいいシャンテン。そう、チート率を見ると9ピンチーピンになるんですけど、これ仕掛け入りますね、うん、チーしてペンカンチーピンの形、いわゆる俗に言うと、ね、はい、魚谷9ピンをチーしてチーピン、ペンカンチーピンでテンパイ、サブローピン。さあ加藤テンパイしました。リーチといきます。町はサブローピン、リーチピンフ、赤赤マンガンからのリーチです。さあ、おさむらさん、岡田さんはイクティゼロと、うん、よりこのチーピンが渡に当たり、はい、チーピン出にくいような形となりました。リーチが入って、ただ通る牌がないんで端っこアタック、はい、さあここは全部いく、サブローピン対ペンカンチーピン、3ピンが0か、3ピン0、ローピンが手牌に2枚の捨て牌に1枚、はい、さあこれで待ち広くなりました。ウッパーピン、スーピン、ローピン1体、ウーピンが2枚、ウーピン2枚、ここにウーピン1枚、シャンテンだったが岡田手配崩していく。じゃあ1対1だ、これ1対1ですね。1対1のめくり合い、さあ決着はつくのか。今局小谷さんはローピンが止まらなさそうですね、これは、はい、まあ、加藤さんも別にウーピンが止まるわけじゃないんで、うん、当然めくり合いはかなり五分五分に近いですね。現状3着目対4着目のめくり合い、本局決着はつくのか。準備も深くなってきたが、1対1のめくり合い。加藤さんはこれ上がって親番迎えないと、まず本当に時間が、うん、はい、かなり、うーピ ピン。さあこれは魚谷の上がり本一のみですかね。あ、トンですね。あ、失礼しました。親番魚谷トン本一、5800は6100の上がりとなりました。この上がりを制し、ここの回めくり合いを制したのは親番魚谷という結果になりました。いやー、ここは2戦目かなり加藤さんが厳しい、うーん、しかも親番がない可能性までできてる、来ないですね。さあ、親番持っていきたいが、さあそれでは何2局2本場、魚谷の親番連チャンでドラはイーマンです。で、岡田さんが一応なんと5つ、はい、おー、さあここがいいですね。赤赤、すでに2面つ完成。あと初のポンから発進、もう自分に親番を持ってきたい、はい、これ普段の加藤さんのこの、はい、あのジャンプといいますか、仕掛けの範囲に多分ない仕掛けまでありますよね、このバラバラは。もう今でもやっぱり状況が状況的に、自分の親1回持ってこないと、はい、3着に上がることすら難しくなると。だいぶこうがむしゃらに仕掛けていきましたかと、はい、かなり決死といいますか必死の仕掛けですよね。はい、さあお侍もうドラのイーマン切っていく。いや、でも魚谷さんいいシャンテン、この手格好から、この手格好、あ、でもドラドラになった、ドラドラ傘だったけど、けどもこの手格好からリーチ来たら泣いちゃいますよ、私だったら泣いちゃいます。さあでもそこも覚悟の上の決死の仕掛けとなっていますが、魚谷すでに親番魚谷いいシャンテン、でも安全牌いっぱい持ってませんもんね、いろいろも、はい、このシャアなんかあって普通だったら持ちたいところなんですけど、うん、さあお侍もいやドラをポンから入って、ドラをポンしこれで少しでも遅くなれっていう周りが、はい、もちょっと遅くなられてもそれはそれで困るのか、ちょっとまた自分の親番がそうですね、難しい、はい、さあ岡田4対1ですが、まあ、トンはつもぎり、いやお侍さんはこちらもいいシャンテンには取らずと、いいシャンテンというか加
たちゆったり構えましたね。太陽の方で、いや嬉しい。おー、来た来た、加藤ドラポンした加藤、いいシャンテン。さあ、ゆったりとおさむらさんがこれでいいシャンテン、またいいシャンテン、赤赤いいシャンテン、いやすごいの、だが大谷ローピン引いて闇天の選択としました。数万イーマンポンが入ってると、街はイースーマン、ピンフドライチ、高めイーマンだとさらに打点が上がります。あ、イーマンがもうあれですね、ポンが入ってて1枚見えてます、1枚見えてるんで、ああじゃあ実際はペンスーマンのような形ですが、ヤンマン切っちゃいますか。じゃあローマン引いたらスチーマンになるんで、でしかもリャンマン今現物、おー、リャンマン切ってリーチといきました。町はカンスーマン、おー、これはかなり面白い選択ですね。その見た目的には役を落としてリーチしてるんですよ、はい、ただとりあえずウーマンを下茶の加藤さんに絞るというか切らないっていうメリットがあって、はい、でそれを考えた時にも、じゃあ役なくなるんだったらリーチにしようっていう、そういう判断ですよね。加藤もこれは戦いに期待がどうなるか、お侍も岡田に追いつくにはこの手上がりたいが、親の魚谷からリーチが飛んできている。加藤天敗、町は関ローマン、関数マン対関ローマン。さあ関ローマンは1枚2枚、あ、ここで数万出ました。リーチ赤ドラ7700は7800の上がり、あー、いやー、4枚4枚見えたんですね。なるほど、半数万か数万のシャンポンにしか当たらないで、はい、しかも自分で数万2枚持ってるの、お侍さんが。でこれは8300、失礼しました、8300の上がりとなりました。いや、もろもろと落ち着いたし、なんか魚谷さんのハイパイすごいし、おー、さあ魚谷役牌の白トン統一、加藤もソースで一面つ完成。加藤が決死のリ決死の泣きでしたが、加藤さんの決死の泣きもそうですし、魚谷さんのあのヤンマン切りもすごい、そうですね、あれウーマン切って闇天続行は多分出てないですからね、おそらくですが、ちょっとあれヤンマン切ってリーチに行ったからこそ上がれた、はい、上がりでしたね。いやーすごい。そしてなんだローマンが、さあ魚谷白のポンから発進、いやちょっとすごい半チャンになってる。さあ、いやこれ魚谷さん本当に10分までこの後突き抜けかねない、はい、時間残り8分となっております。残り8分で何が起きていくのか。そうは佐世治と岡田さんが、岡田三蔵のポンかわしに行きます。まあ三蔵ポンされてるので、はい、数走でしょう。これは難しい、上がりやすさだけで言ったらもうパーソー切りまであるかというのを考えてますね、はい、ドラのパーソーを持ってきた岡田。チーソー残りはいかにも上がりにくそうだとは思いつつも、でもやっぱりチーピンはまあ一応ロスではないので、はい、さあ赤ウソを切った、魚谷これでいいシャンテン。さあ岡田ウソをポンして、天敗町は勘チーソー、ダイヤを赤ドラ、なんかもう魚谷さんが三蔵ウソって三蔵切った後に赤ウソ切ってるんでタートとしたんですよ、はい、で赤馬つもりってるんですよ、もうなんか始まったっていう感じですよね。もうみんなはさあ魚谷のこのチーソー危ないか、ちょっと危ないですね、これも、てかこっちのチーソーの方が危ないか、もう今にも出るか、あ、打点見たからセーフ、はい、さあ岡田すでに天敗入っています。カンチーソー、タンヤオ、赤ドラ、ね、これ数ピン入ったらまず間違いなくチーソーですし、トン入っても打点でチーソー切る可能性もあるんで、なる、はい、かなりロッキューソー引きか、まあ、トン引いた時にどうするかの、はい、あれですね。岡田この魚谷に親番流せればまたトップになり、はい、確率がぐっと上がってくるが、加藤のチーソーも危ない。ただ岡田さんも難しいんですよね、ここで例えば魚谷さん明確に、はい、あのやばいって素晴らしい、すごい手じゃないですか。さあ、これどうなる、打点ででもこれカンチーソーあって、カンチーソーなさそう、なさそうってか、あー、ここはチーソーで、ペンチーソーないんですよね、前岡田さんに。これは岡田の上がり、ダイヤを赤ドラ、3900は現状3本場の上、3900は4800の上がり。さあ積極的に仕掛けていった岡田がしっかりと3900強気のコーパーソン残しというところでしっかり打点も3900上がっていきました、はい。さあ残り6分を切りました。加藤の親番やっと来ました。加藤の親番なん3曲へと参りましょう。でもめちゃくちゃいい、ドラマウーマン。
さあ岡田はピンズで一面つ完成。まずはとりあえずプラスってことは、まあ、ゼロ、はい、ゼロからゼロより上の世界を目指したい。さあ加藤もなかなかいい手だ。親番で一回大きな加点をして自局へつなげたい。さあ長村もダブドラの赤馬あって、ただちょっとそうですね、残り、まあ時間的に残り5分であれ、はい、打ってる人の見えてるんでモニターが、はい、まあ残り 2,3 局、うん、あって 2,3 局だなっていうのを見据えてますよね。なるほど。そう考えるとおさむらさんは、はい、マンツモマンツモで届くと、うん、おさむらさんはマンガンベース、大谷さんは大谷さんも2着のおさむらさんまで、まあ、マンガンツモプラスアルファなんで、はい、まあ、マンガンがやっぱり基準ですよね結構、うん、みんな今結構死に物狂いで漫画目指すっていうイメージですかね。はい。さあ岡田ローピン引いてピンズの形良くなりました。岡田さんはとにかく役割にしてダマテンで上がりたいと、うん、はい。さあ4番加藤ピンズディフェンス完成。どっちこそ崩れたものの、はい、全然 OK。 この4番は4000オール積もればとりあえず地上に帰ってこれる、うん。さあ、パーマン。これはつもぎりですね、はい、結構やっぱり選手の目線としても、うん、やっぱ自分の成績がトータルマイナスだと、うん、結構そのマイナスの、はい、あのマイナス200ワード敗退っていうラインもあるんで、なるほど、やっぱりあれなんですよね、どんだけマイナスを少なくするかっていうのも大事だと思うんで、はい、まあ、いわゆる順位点が大きいルールであるんですけど、うん、ちょっとずつでもいいですから補填で回復したい、マイナス50ぐらいに戻して今日1日終わらせたいっていう、はい、うん、は加藤さんですね。さあ大谷も少しずつ進んでいきますが、数万バシッと入ってくれれば文句なし、はい。岡田さんも徐々に手が形になっている。9層3枚目、うん、パー層2枚目なんで、ちょっとなんか上がりにするならやっぱりローマンから伸ばしたいっていう間ですかね。はい。おさむらもこれでいいシャンテン。いやリーチと言いたい。数万嬉しい。リーチといきます。6000オール級です。待ちはスッチー、そうリーチ単用ピンフ赤ドラからの、しかもスッチー4枚いる、なんと4枚いる。いやバイマンとかあったら一気にあれだけど、さあもうバイ来て、さあ岡田はここは完全に岡田さんはそうですね、もう行かない。さあおさむらドラのウーマン重ねて、おさむらさんは行きたいですね、これはかなり。サムラさんは加藤さんに打っても、あ、はい、魚谷さんが近づくのはちょっと嫌だけ ど、 なるほど、手配が手配的にちょっと、うん、トップ目指、はい、して行きたいですね。残り選手の目から2分半、はい、この局で数層詰まった。リーチツモ単葉ピンフ赤ドラウラ6000ゴールで6000ゴールのつもり。ここまで苦しかったかと一発親番決めてきました。いやこれ地上復帰は嬉しいですし、かなり大谷さんも近づきましたね。6000点以内に収まってるような。はい。それでは加藤の親番連チャンで南三脚一本馬ドラはローマンです。加藤さん落ち着いてますね。しかしうーんでも分かんないとは思えないで、私が言ったらなんだっていうあれですけどすごい落ち着いてますね。すっと6000を積もって4着を抜けるところまで見えてきました、はい、さあ4社の手配見ていきましょう。おさむら順統一、タイツが多い手配でした。さあ親番加藤すでに2面つ完成、さらなる加点が見込めるか。若田も1面つ完成、こちら統一が多い手配、はい。おさむらさんはもう残り2局がほぼ確定したぐらいの、ね、残り1分なんで、はい、考えるとやっぱり仕掛けて1000点とはいきにくいし、これでもうチートイツですかね、うん、赤ウソを引きを残して通走から、はい、チートイツいいシャンテンになりました。おーゆったりというか完全いいシャンテンの形に取らない、はい、さあ岡田も形いい。いやーウソ残し見事。さあションパイ初より1枚切れの白と、はい。おさむら赤嘘をかなかたえ重ねてリーチといきました。町は白短期リーチチートイ赤一。さあこれ積もって裏乗せて3000、6000なんてことがあれば出上がり裏裏でもいいですね、うん、それでも全然
しかもそのためになんか白短期にしたみたいなところもありますからね。なるほど。やっぱり白はションパイなんで、はい、白の方が出やすいと、はい、さあ岡田しっかり受けていきます。さあ白は2山2枚ですね、はい。まあ、初も3枚いたんですけど、まあ、初はやっぱり持たれてる可能性もあるんで、うん、例えば加藤さんがあんこで持ってたら加藤さんは全部来るんでね。そうですね。それ考えるとやっぱり、まあ、1枚入れての白が一番、まあ、安全って安全なんだ、安全って違うな、なんだろう、まあ王道と言いますか、今回よりは当たりやすいですね。はい、はい、さあ白まだ山に2枚います。どうだ、さあ大谷も両面両面イーシャンテン、こちらもイーシャンテン、初ならっていうあれですけど、さあここで70分経過しましたので、この曲プラス1曲となります。いや、この曲でも王様さんが羽マン積もったら、はい、オーラス激アツですよ。うーん、大谷もリャンメンリャンメンインシャンテンスマヒテタンヤオもつきます。ロソーはヒュッといきましたね、はい、パーソーのワンチャンスで三蔵通ってる。さあ岡田はこの曲乗り越えればトップが見えそうといったとこだが、どうなるか。いやー、あー嬉しい、頭引いてリーチときます。マチはリャンピン上がったら2着までありますね。リーチタンヤオ赤いチリャンオーピン対白短期ローマン引いたかな、うん、とりあえずローマン引きました。いやさあどっちが勝つか。じゃあリャンオーピンは、えリャンオーピンは、えどこリャンオーピン、ええ5枚、なんと5対総さんが、総さんが入ってきた。おー、チーソー、あ、いや一応ワンチャンス、いやノーチャンスだ、チーソー、ペンチーソーだけ。じゃあ行くか、押していく。さあリャンピン対白短期、山は大丈夫、直撃とかあったら本当に大谷さん2着まである。そうですね、ちょっと待って、これ白じゃない、う加藤どうする、パーマン、イーシャンテンをキープしています。ウーマン取ったのか、なるほど。白残り山に1枚、いやこの一巡助かったのがどうなるか。あ、おこれは大谷流り、リーチタイヤ赤一、いや赤い、あリーチタイヤ赤、ドラですね、リーチタイヤ赤ドラ、8000は8300の上がりとなりました。いや、おさむらさん裏ドラ初ってことはドラドラだったじゃないですか、これ。確かに、でしかも初だったら上がれた、いやそれはもう言っちゃいけない約束、加藤の白が止まったことが、はい、このそうですね、いろいろあやがありましたね、その順目のあやといいますか、ちょうどウーマンが通ったとかそういうのも含めて。さあこちら時間打ち切れのため、こちらが最終局となります。はい、と南4局岡田の親番ドラはウーピンです。岡田さんが連チャンしようが上がろうが、はい、この局で終わりということですね。はい、さあ白熱して、なんともう70分経過したということで、最後最終局見ていきましょう。さあ岡田さんはとにかく、うん、まあこの曲終わりなんで、はい、まあなんかあのなんだろう、条件的にはなんかそのトーナメントの最終戦みたいなイメージにはなるんですけど、うん、まあトップ、倍満積もられると2万4000が誰も変わらないんで、まあじゃあもうあれですね、なんか順当に初手伸ばして、まあ、うん、直撃だけは打たないようにするっていうイメージですかね。はい、バイマン直撃とか一応あり得るんで、リーチには打たないぐらいの感覚でまっすぐ手進めていきましょうと。うん、さあそして一番近いおさむらさんと大谷さんが、はい、900、あ1100点、すいません。1100点、はい。いや1100点か、これはおさむらさん、はい。天候知事の誤りがありましたかね、今。はい、修正されました。さむらさん3色のみいけないんですね。リーチ棒出ればだけど、はい、リーチ棒出そうなのが、まあ、岡田さんと加藤さんですかね。岡田さんは結構割とリーチに行ってもいいぐらいのなんか、はい、立場なんで、初手伸ばすために、うん、この手とかも全然単品ドライチでリーチ行っても、うん、全然いいですもんね。はい、だからそれも一応加味して仕掛けも考えて、あと、まあ、単純に300、500は大丈夫ですからね。はい、結構3色で見ていくんじゃないかな。はい、さあ岡田イーシャンテン、さあ3色を見切るかどうするか、数ピン切って3色はまだ見ると、うん、300、500のツモは逃せない。なるほど。あと宇谷さんは
終わらせたい立場としてこれ、うん、あの1戦目のあの1戦目だっけ2戦目のおさむらさんの3色のような仕掛けられる形を重視するっていうので、はい、タンヤオか3色かといったところか、はい、3色いいシャンテン、タンヤオも残ってますね、ヤンウッパーマンの受けが引ければタンヤオにすると、はい、これ小原さん本当にリーチに来そうだな、なるほど、ドラの赤ウッペ、これは切って、まあ、誰に泣かれてもまあやっちゃ嫌か、まあ別になんかでも結局自分上がらないとって考えると、そうですね、加藤さんの羽マンだけが嫌だからとりあえず一旦持っておきましょう、はい、ただ天敗能天で変わるんで全然打つ覚悟はあると思います。さあ加藤さんは、14,100 なんで羽マンツモで大丈夫か、羽マンツモは魚谷さんをギリギリまくらない、なるほど、おさむらさんはまくれると、そうですね、さあ魚谷パーソーフィン変化しましたが、ね、やはり567見て、はい、そう残しましたか、567の仕掛けは逃さないと、はい、さあパーマンだ、チーかな、パーマン落ちしていきます、おさむら天敗まで考えるともうそうですね、うん、赤ウーピン切って現状1000点の仕掛けですが3色の見積もれば足りますね、はい、300、500足ります、はい、スモーカー直撃かリーチ棒が出た際にはお加藤いいシャンテン、岡田さんはまあこれ羽マン、これなんか全員羽マン、倍マン直撃みたいなの上がったなってイメージですもんね、うん、赤ウーピンを使われてのどうこうみたいなの上がったんで、なんかもう、はい、転敗したらリーチでも、なるほど、素点をさらに素点を稼いでもいいかなっていう感じですよね、おー羽マン見てパーピンチーピン、はい、さあさあおさむら789いいシャンテン、転敗能天でもそうですね、大谷とおさむら変わります、大谷さんもローソーチー、これで魚谷天敗567の3色ローピン、カンローピン待ちになりました、3色ドライチー、おー岡田の打点が上がっていく、岡田さんもリーチに行きやすいのは、はい、これ2人は天敗の点で変わるんで降りれないんですよね、岡田さんのリーチが来ても、あ降りれないってことはちょっと言い過ぎか、加藤さんに一応1万8000とあの1万8000打っちゃうと岡田さんに、加藤さんの下に行くんで、はい、ただそこなんかあのおさむらさんと大谷さんの読み合いになっちゃうんですよね、なるほど、降りてるかな、テンパってるかなっていう、そこ次第で相手が降りてるなら自分もこうしたいけど、はい、あーリーチリーチ、ここであーリーチがない、岡田天敗闇手の選択しました、これが逆に怖い、街はリャンウーマン、タンヤオピンフ赤一、リャンウーマンはあれかさすがにちょっとみんなタンヤオピンフ赤ドラ、はい、リャンウーマンはさすがにちょっとみんなダマ手になったら全員積もりるんで、なるほど、いやー単純にもうダマでも高いっていうやつですね、いわゆる岡田最後に大きな上がり、もう一上がり決めるか、さあ怖い、どうなる、ウーマン掴んだら、あでもウーマンないのか、てかウーマンないってか、これなるほど、加藤さんのもでも順目は足りないもう、はい、さあ残り2周、いやおさむらさんテンパるか、うん、てか大谷さんテンパイキーパーできそうだからどうなるか、その辺がさあ加藤はテンパイが入らない、加藤さんはもうこれで上がりがないので、あとはまあ祖典の関係上だけ、そしてお侍さんが天敗入って、したこれチーピンが直撃とかになるとありますが、シャー、うーん、加藤さんはこちらが配定ですね、さあ流局となりました、岡田、お侍、魚谷の3人天敗で流局、さあ最後も大きな手が親方に入っていましたが、はい、それではこれで60回戦終了となります、トップは岡田紗弥香、2着魚谷優美、3着おさむら大、4着加藤匠の並びで60回戦終了となりました、はい、さあなかなか2戦でも白熱しましたが、でした、ね、はい、2戦を見てみて渡辺さんいかがでしたか、いやすごい半チャンで、まあ、1戦目と合わせても、うん、まあ、すごい半チャンだったんですけど、はい、その中でやっぱり魚谷さんが連帯を取り切ってるんですよね、1着2着 で、 そうですね、で魚谷さんここまでのフォーカス M、はい、まあ、6回打ったんですけど、うん、全部2なんですよ、2222222で、はい、でしかも1が、はい、2着6回取って、はい、プラス 76.2 なんで、はい、結構その3万点超えてる2着を結構多く保ってるんですよね、おそらくちゃんと2万5あのプラス10つけた時に乗ってるような2着が多いんで、はい、でここでしかもトップ2着ときたらかなり多分これでポイントも伸びましたね、そうですね、はい、それでは選手の皆様お疲れ様でした、お疲れ様でした。
それでは、うん、4選手それぞれ何か気になる曲などあればお話をお伺いしていきたいと思いますが、いかがでしょうか。なかったら終わっちゃいますけど、何かありますか。あ、じゃあ1個いいですか。はい、ヨタヘさんの親番の関数マンリーチですね。はい、E マンが4切れの2万切りリーチ、はい、3号の関数マンにしてるやつですね。はい、あれなんかウーマンがあのドラ役配とドラポンしてる僕に通ってなくてリャンマンが通ってるんでリャンマン切りしてなんか黙ってんに取るのか強気でウーマンで上がれるようにしとくのか役なしのカンチャンをまあ曲げちゃうのかとか選択肢はいろいろあったと思うんですけど、あれがリャンマン切りリーチになったところってなんか結構強気な思考だなと思うんですけど、より強気のウーマン切りの方がピンフつくんでいいんじゃないかなって思ったんですけど、より強気だと即リーなんで、あ、即リーだと一数万テンパイだったんで、はい、うん、まあそうですね、難しいですね。上目指すのは結構きつくて下との争いよりなんで、うんうんうん、まあ1個抑えてとりあえず行くかぐらいの思考です。あんまりそんなになんか役割自信があるとかではないけど、まあ 役割うん、役割だからまあ黙ってたけど、はい、ヤンマン切って、まあ、現物切って役なしになっちゃうんだったらリーチに行こうっていう感じですかね。そうですね、まあ、それで言ったらあの1回戦でも結構弱気な選択っていうか岡田さんの赤ウーマン切りリーチに数万通ってて、はい、あーチーマン切らずにリーチしてコッパーとか練習した曲とかもあるんですけど、あれあのチーマンペッチーマンペッチーマンです。一平行系のペッチーマンです。一応ね、そうチーマンの形あるなと思ってで数万切ってバカーと思ったんですけど良かったです、はい、まあ、まあでもちょっとなんかまあ現物切れる時は高さが切った方がいいかなっていう感じで握りでした。はい、中途半端ですか。いや素晴らしかったと思います。中途半端でした。あのリャンマン切りも結果としてあのリャンマンがノーチャンスになって、そうなんですよね、はい、おさむらさんが数万手詰まっちゃって、うん、数万2枚持ってるところからの補充になってしまった、なったので、はい、結果リャンマン切りがもうリャンマン切ってリーチなかったら多分上がれてなかった可能性がかなり高そうな一曲でした。はい、他に岡田さん何かありますか。指名きた。あーもう特にないですね。岡田さんはあのチートイツが素晴らしかったですね。あれがチーマン短期の、あ最初は結構あのテンパした瞬間のパーピン短期とスーピン短期の選択があったと思うんですけども、あ、はい、迷わずにスーピン短期にしたと思うんですけど、あそこの思考はどうだったんでしょうか。あれはスーピンの馬強がいいかなって思ったんで。ああなるほど、自分で3ピンチーピンとまあブロック、まああのー、シンプルに多分大谷さんは絶対持ってないと思ってたんで、はいはい、まあその情報だけですね、はいはい、パーピンがいい情報が何もなかったんで、はい、だったらスーピンがいい情報拾っといてピンズの下がとにかく良かったんで、はいはい、うんって感じでしたね。まあチーマンはまあいい配だったね。そうですね、小谷さんがまあガブマン切ってて何も言えない、まあ今日がいいとしか言えないからですね。9万第1弾の赤ウーマン切ってて、まあそマンズの上なさそうで、そうですね、で、はい、あのツモ切りリーチの選択になりましたけど、あそこら辺は、まあ、そうですね、あのもう競ってたんで、はい、どうせある程度引き離さないとトップ守れないんで、まあって感じですね。はいはい、その前まではあの親を流すこと大事だったんですけど、まあ、どうせ1万ゲームじゃないしっていう感じで、はいはい、見事 そこで築き上げたリードも点差の壁を利用して、はい、危なげないトップを、そうです、はい、ありがとうございます。僕のチートイツなかったですか。チートイツ何でしたっけ。初短期にしてんすか。あ、初短期と白短期ですか。そうそう、あれ白短期も2枚あって初短期も3枚あったんですよ。1万切れの方にしたから、はい、白短期か、はい、白がそうですね、初宣言杯のやつ、そう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 、あるはあったんですね、しっかり2枚、はい、一時山にありました。まあ、あったからなんだって。結果がちょっとね厳しかったんですけども、あんな展望を持ってるとこからこんなことになりますか2回も。まあ長村さん、そうですね、ちょっと1回戦のちょっと最後の方がやっぱりあのあれですかね、ちょっとあの、ね、着順にちょっと影響があるようなちょっと選択が多かったっていうイメージですかね。下手だったなっていうのもちょっとあります、すいません。いや、そんな最後何人直1本目のサブローピンリーチをかけると、まあ、どっからでも無条件だけどリーチ先行リーチの岡田さんの現物で、ね、はい、はい、うん、満点に
したことちょっと弱気だったかなと思います、うん、はい、ちなみにあれなんか見逃しとかはちょっと考えましたか、うん、もう見逃してないです、見逃せない、枚数がもう切れすぎてて、はい、ありがとうございます。はい、それでは選手の皆様2回戦お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは本日までの成績表を見ていきましょう。おー、大谷選手本日1着2着で大きく点数ポイント伸ばしまして現状2位140プラス 144.9 ポイント、大きかったですね、うん、続いて17位岡田紗耶香プラス 50.3 ポイント、1戦目のラス厳しかったですがしっかり2回戦目はプラスはプラスです ねプラスにしていきました。そして現在31位長村大現状マイナス 29.1 ポイント、そして2戦目苦しかったですね、現状37位加藤匠マイナス 57.0 ポイントとなっております。はい、以上が本日までの結果となります。それでは渡辺さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次回のフォーカス M はもう明日6月11日12時からの放送となります。61回戦62回戦の模様をお届けいたします。対局メンバーは本田智弘、二階堂明、友竹正春、吉野篤史の4名での対局となります。解説は阿久津翔太、実況は川上玲でお送りいたします。皆さんお楽しみに。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さようなら。